これいい。で犬がね落ち着くの、うん、あちょうどいいかも。このテントいい。何言ってんの犬大好き。続いてご紹介するのはアウトドアに最適なホンダ車でございます、はいはい、こちらですねホンダのステッパーホンをペットを連れてアウトドアを楽しめる仕様にカスタマイズされたステッパーホン純正アクセサリー車中泊仕様になっております。いいじゃないですか。はい、そうなんですよ。はい、うちのワンコ連れて行きたい。ねえ、何ワンコでしたっけ。うちはミニチュアダックス2匹です。おお、2人もいる、はい、じゃあ楽しそうですね、はい、で今日こちら持ってきていただきましたのはホンダアクセス広報担当の広瀬さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいじゃないですか、ね、ペットとね。ペットとね、はい、広瀬さんなんかすごいおしゃれな。あ、ちょっと今日はアウトドア仕様で、ね、はい、キャンプもできて車中泊もできるように、はいはい、素敵でございますよ。いいじゃないですか ね。どうかポイントを教えてください。そうですね、はい、ミニバンなので、はい、3列シートになってます、うんうん、ですので後ろの後席2列を倒すとフラットになるっていうのが、まあ、このステップワゴンの魅力、はい、一つのポイントですね。ですので車中泊するには適した車両になります。じゃあちょっと後ろを見に行きます。え、今日のテーマは一人で車中泊するっていうよりは、はい、ワンコがいるので、うんうん、ワンコと一緒に車中泊っていう形で一、はい、人でこちら寝たバージョンでここにワンちゃんくつろいでもらって一緒に寝るっていう形ですね。へえ、かわいい。でこのスパダ2列目がキャプテンシートになってますので、はい、このような一人でも寝れるっていう仕様が作れます、うん、ベンチシートですとやはり2列目全部倒した状態で、まあ、大きいダブルのベッドにはなるんですけども、うん、やっぱりそうすると気軽にちょっとでか、はい、すぐ出るっていうのが大変になっちゃうのであ、はあ、えてこの仕様で、ね、星キラキラも可愛いですねこれね、はい、イルミネーションが夜になるとなります。これいいですねこれ。ああこれ、はい、ホンダドッグシリーズでペットシートサークルっていう風に言います、はい、いやこれいい。多頭飼いのお客様とか、あとちょっと中型犬とかのお客様に向けて作られてますね。ワン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 いいじゃんこれ、うん、いいじゃない。これいいね。土屋さん家のワンコも入れます、はい、ね、はい、ああうち2匹いるから1匹こっちで寝かしてそっちでお嬢と寝る、はい、あれでもこれはいいよ。ここにもまだもう1匹乗せれそうですよ。そうなんですよ。これ俺持ってる。あ、本当に。これめっちゃ便利だよ。ありがとうございます。これめっちゃ便利。そっか、助手席で乗せておけるからだ、うん、そうこれめっちゃ便利。どうしてもドライブ中に後ろにワンコがいるとご主人の顔が見れなくて寂しい思いしちゃうんですよね。で特にロングドライブとかは。そうですよね。なので前にこの設定をしてメッシュウィンドウなのでここから覗き窓になっているので、運転席のワンちゃん、あ、ワンちゃんじゃない、ワンちゃん、ワンちゃん、運転席、土屋さんの顔を見ることができる。いや、これすげえ便利。へー、うん、で、ここ犬がね、落ち着くの、うん、横に乗せておくと、そう、あ、そっかそっか、見えるから顔が。え、ここ2匹入れる感じ。2匹入れとく、俺は。ほんと、うん、そうするとね、おとなしくしてる。あ、そうなんですね。そう、後ろに置いとくとね、うん、なんかキャン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 。そっかそっか。やっぱこう、横で、うん、こう俺の顔見てるのが安心するみたい。まあでもそうですよね。これすごくいい。俺これいいな、これ、うん、ね、2列目の運転中はここで、一緒に寝るときはね、うん、そこで。そうすごいいいじゃないですか。いやこれはよく考えてるわ、うん、ホンダドッグシリーズを考えるチームっていうのが、うん、全員ワンコを飼っている愛犬家なんですね、はいはい、なのでその自分たちが行動するときにどうやったらワンコが楽しめるか、はいはい、くつろげるか、あと退屈しないかっていうのを考えて、うん、でなおかつご主人も安心してドライブできるようにっていうので、うん、そういうところを考えているから本当にかゆいところに手が届くようなアイテムをラインアップしてますね、うん、いや、あのワンコ寝るところもいいね、うんうん、いいでしょうね、あっちのベッドも、うん、確かに。でも昼間ここにワンちゃん乗せていろいろやってたらね、どっかに飛び出したりしなくて危なくて、はい、なんか危なくないからいいですよね。ここいいわ、なんか一段下がってて。そうなんです。あ、そういうこと。うん、一段下がってて、うん、ここいい。ああ、そっかそっか。そう、そうすると犬ってご主人様のところにこう
顎乗せるの。へえ。あ、じゃあおとなしくここで一緒に寝ますね。そうそうそう、うん、同じ高さだと、うん、こう寝返り打った時に潰しちゃったりする。あ、そっかそっかそっか。そうそうそう、だからこうやって一段下がって出るところにいてくれた方が楽。あ、じゃあすごい考えられてますね。いや、よく考えてる、これ。これを作ったやつは本当に犬を飼ってる、うん、ね、そうですね。もうワンちゃん大好きな方がちゃんと考えてる感じですね。そうそうそう、俺らは反応するけど犬は反応しねえ。あ、これ本当ですか。これ可愛いと思うよ。可愛いと思うんだよ、うん、犬はふーんって感じ。そう、こういうのはあまりそうなんだ。 いや、いいじゃん、ほらね、このランタン。いや、いいですよ、なんか、ね、くつろげそうだもん、うん、で、ここに結構荷物も載せれますし、荷物詰める、うん、はい、割と詰めるよこれ。だからシートを倒しても、うん、これだけ収納スペースが確保できるので、例えばもうシートを戻しますって言って、こういうエアマットとかもそのままこの中に入れることができるので、うん、これもね大容量なんですよね。 それはいいですね、うん、収納困らないっていうのが一番のポイントですかね。確かにベッドにしちゃうとね、はい、荷物さあどうするよってなりますからね、うん、で、このテントもいいじゃん、うん、これね、そうですよね。これテントどうなってんの。吸盤で、あの屋根に取り付けるだけなんです。2箇所吸盤で取り付けて、それで私は、はい、飛ばないように、あの下にはウェイトを置くような形にしてますけど。いいじゃん、これいいじゃないですか、ワンちゃんと、ね、このテントいいよ、ねえ、うん、これワンちゃんを連れて、なんかこういいじゃないですか、車中泊の旅みたいな。いい ね、 ねえ、楽しそう。そうそうそう、へー、これはいいわ。あ、このテントいいな。なんかこう落ち着きますよね、これ、うん、ここも網戸でなんかここ座って ね、 ね、うん、すごいいい感じ。なんかこう今一人しようですけど、うん、4人とかでも十分入れるスペースはありますし、ね、テーブルももっと大きいのでも大丈夫ですね。これなんかタープより包まれ感があっていいですね、うん、そう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 、うん、あ、いいいい、これいい。ここも座れるほら、ああ、本当だ、そうですね、こうやってね、こうやって座ってね、そうそうそう、ね、こんな感じでね、くつろいでね、いいじゃないですか、ね、あ、なかなかいい、うん、でそこにね入っていれば飛び出してこないし、うん、ちょうどいいかも。あ、このテントいい、うん、あ、ここね涼しい網戸だから。あ、そっか、うん、なるほどね、風が抜ける。いいじゃん、これは考えられてます ね、うん、いや、よく考えてるこれ、はい、へえ、犬喜ぶこれ、うん、うん、これ今でも土屋さん買いそうですよ。ありがとうございます。ほぼ持ってる持ってんのか、ほぼ持ってる持ってんのか。この他に犬用のこうベッドがある。あ、そうなん、そういうのもある。すごい愛犬家じゃないですか、めちゃくちゃ。まあ、ガスでも犬のためにあるんだから我が家はあ、そんな感じ。え、男の子ですか、女の子ですか。お父さんがいて娘がいる。あ、親子なんだ。そうそう、へえ、いや、すごい。なんかそうに見えないですけどね、一見ね。何言ってんの犬大好きよ。あ、そうだったの、知らなかった、全然知らなかったです。だから最初は6匹だ。え、お父さん、お母さん、子供4匹、はい、え、そうなんですか。 そんなにいっぱい、あんまりにも可愛いからみんながもらってっちゃった。ああ、そういうこと。一番不細工なのはお嬢が残った。あ、そうなんだ。めっちゃ可愛い。そうですよね、なんかそういう子ほどね、可愛いんですよね。そうそうそう、今だからお父さんとお嬢と2人で、うん、いいですね、仲良くね。いいね、これ。ああ、犬喜ぶ、ね、ああ。さあ、本日の企画はこれで以上になるんですけど、はい、いかがでしたか。やっぱね、うん、犬を第一に考えてるっていう設計がいい。なるほど、ね、なるほど。人間がこうしたらいいんじゃないかじゃなくて、はい、犬の気持ちになって作ってるところがいい。まあね、愛犬家の土屋さんはあれですけど、トヨタ社の方はどうでした。トヨタ社、トヨタ社はトヨタ社で、あれはやっぱりこう、ああ、キャンプに行く人にはもうベストな系だなとかさ、ラブフォーもそうだけど、そうですね。これはでもね、うん、犬の気持ち分かってる本当にすごい。やっぱ愛犬家がおっしゃるんで間違いないと思います。だってね、6匹飼ってたんですもんね、最大ね。そう、いや、そういう方がいると間違いないですね。まあね、うん、嫁と喧嘩したら犬とキャンプだよ。あ、そういうこと。そう、なるほど、なるほど。犬だけは分かってくれる。分かってくれる。そう、じゃあぜひそうしてこういうので犬とキャンプですよ、バッチリです、ね、世の中、はい、今テレビの前でうんうなずいてる人いっぱいいると思います。いるいるいる、はい、いる。そういう時はペットとキャンプです。はい、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。
車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。